はい、高須庵工房の高須庵です。サイドキッカーのジケルです。はい、よろしくお願いします。ちょっとですね、実験動画です、うん、これ実験、新しいことしてみようと、うんうん、何をするかと言いますと、うん、朗読と感想、うん、ですね、私がこの、うん、このね、僕んちのこの本棚から適当に今本を引き抜いてですね、うん、短めのものがあったんで、うん、朗読してみます、うん、本をね、うん、でそれでジキルさんがその感想なり反応なり一言なりを言っていただければと思いますね、うん、本当にこれね2ページちょっとしかない、2ページ2、3ページしかないです。はい、どの本かと言いますと、はい、島尾真帆さんの真帆ちゃんの家ですね、うん、この本の、ね、これはね有名なエピソードなんですけど、うん、エッセイみたいな、うん、これ本当にもう1ページちょっとしかないです。読みます、うん、題名、はい、いきますよ。ちょっとメモするわ、はい、あ、はい、うん、すぐ終わりますよ、うん、じゃあ朗読させていただきたいと思います。はい、はい、島尾真帆、真帆ちゃんの家から、うん、父のタンポンとお酒、うん、今に時々落ちているぺったんこに押したティッシュ、その正体は父がウォシュレットをした後お尻の心地が悪い時に挟んでいるティッシュで、うちではそれをお父さんタンポンと呼んでいます。ウォシュレットがない時も切れの悪い時は挟んでいて、父がつけたお父さんタンポンという名前は結構昔から我が家で慣れ親しまれています。父は自分が死んだ後に家族がこのタンポンが廊下に落ちているのを見つけたら、きっと泣くぞと嬉しそうに言います。悔しいけれど確かに、もし本当に父が死んだ後に見つけることがあったら捨てるのを躊躇するでしょう。捨てないかもしれません。ぬくもりという字は汚すぎますが、父を思い出すにはぴったりです。まだ私が赤ん坊だった頃の父は破天荒で大酒飲みでした。嫌なことがあるとさらに自暴自棄な飲み方をしてしまいます。酔っ払って道の真ん中でうんこをしたり、家の2階から庭に向かっておしっこをしたり、今は笑い話でもその時のブレーキが効かなくなる様子はとても怖かったです。洋館に住んでいる頃が一番めちゃくちゃに飲んでいた時期で、ひとしきり大騒ぎした後、洗面所に顔を突っ込んでゲーゲーやる父と同じ部屋にいるのは拷問でした。1階のトイレまで間に合わないので私のオマルーも使いました。かっこ悪かったり情けないというより、このままお父さんが狂って死んでしまうような気がしていました。私にとって父は好き勝手に生きて家族を困らせる怪物でした。やがて中学生になり高校に上がって、父との関係が少しずつ変わっても酔った姿は怖いままでした。ある夜酔っ払って帰ってきた父が寝たきりのおじいちゃんのベッドに潜り込んで大声で泣いたことがありました。急な出来事でおじいちゃんはびっくりして声も出ず、起きてきた私も母もポカーンとその様子を見るだけでした。泣いて感情をあらわにした父を見るのは初めてです。おむつをして少しほうけたおじいちゃんに抱きついて、なんでこんななっちゃったんですか。その間抜けさにようやく酔っている父を笑って見れるようになった気がして楽になりました。自分勝手で気分にムラがあって人に干渉されるのが嫌いなのは私と同じ。そのムラに耐えられなくてふて寝する気持ちもよくわかる。自分のことを最悪だと思ったり悪くないと思ったり、甘やかしたり許せなかったりするのと同じ気持ちで父を見ていますとのことです。島尾真帆作、真帆ちゃんの家より、何でしたっけ、父のタンポン、あ、父のタンポンとお酒ですね。すごいですよね、やっぱあのまず一つ思ったうちの父親と、まあ、売り二つかなというところが売り二つ、売り二つってことはないけど、いや本当に G であるわかります、これ具体的にわかります、最初のタンポンのこと。
具体的にはわいやあのですね、これ有名なんですよ、島尾さんの島尾真帆さんのお父さんは、うん、あの島尾俊夫さんって言うんですけど、うん、え島尾俊夫やったっけ島尾正蔵やったっけどっちやったっけな、あ島尾俊夫がおじいちゃんかな、おじいちゃんがすごい有名な文学者なんですよ、うん、でその息子の、うん、息子さんがおって写真家なんですよ、うん、でその写真家の娘が島尾真帆さんで、うん、島尾真帆さんはエッセイストで漫画家なんですよ、うん、でお父さんがこう破天荒なんですよね、うん、であの要はあのこうやっぱこう年もあって、うん、ちょっとお尻が緩くなってくると、うん、それをこう受け止めるためにこうティッシュをこうね、うん、折りたたんでお尻に挟んでおくんでしょうね、うんうん、あじゃあ解釈通りやね、うん、でそれがですね、うん、歩いてるうちにこうトランクスからポロッと落ちていくんですよ、うん、でそれが廊下とかに落ちてることがあるっていうとこから始まるわけです、うんうんうん、すごいじゃないですか、なんか描写力がそっから始めて、うん、そのティッシュがこう折りたたまれて、しかもこれがね、あのこの文章にはないけど僕は島尾さんの話をラジオで聞いたことがあるんですけど、うん、三日月型になるらしいですね、そのティッシュが。ああ、なるほど。わかります、うん、三日月型に なぜなるか、そしてどのくらいの感じなのかっていうのが、うん、目に、なんか想像できません？うん、できる。お尻挟んでるから三日月型になるわけですよ、うんうん、形が。それが廊下とかに落ちてるらしいんですよ。あのひどい時はあの玄関出て家の前の道路に落ちてる時もあるらしいんですよ。ああ、めっちゃ面白いじゃないですか。まずトランクスやめたらいいのにね。そうですね。そうですね。お父さんのこう気配みたいなものを感じますよね。なんかすごいメモしてますね。いやストーリーをメモしてないけど、こうかなり達観した視点を持ってるよね。あ、島尾さんね。うん、あ、鋭いですね。島尾さんはめっちゃ達観してますよ。そうなの。このだってさ、この中でいろんなこう悪態があるわけでしょ、お父さんの、はいはい。それに対しては何も言ってない。うんうんうん。じゃなくて、あの自分の、うん、確かに起伏の激しいところを顧みて、うんぬんって言うてるから、うんうんうん、なるほどな。まあ、そもそも島尾さんはお父さん大好きですからね。あ、そうなの、ね。多分ね。うん、まあ、だからあって、ね、うん、それ以上踏み込んだことは言えないけれども、あ、そうですか。いや、これ面白いよ。やってみたらね、これ朗読ってすっごい難しいわ。あ、かぶ、なあと今酔っ払ってるし夜中やっていうのもあるかもしれない、うん、疲れる、難しい、すごい大変ですね。疲れる朗読いいですね、うん、ステップがね多いのは見て文字を認識して単語を認識してその意味を思い浮かべて、うん、テンションを合わせて発声するっていう、そうですね、あとねすごい多い今ね、この1ページちょっとの中に、うん、1ページちょっとってことないか、2ページぐらいあるか、中にね、やっぱね鍵括弧もあるわけですよ、うん、でセリフもあるわけですよ、うん、これ表現するのめっちゃむずいなって思いながら読んでましたね、うんうんうん、ちなみにあの島尾さんのお父さんはこれです。島尾さん。なんか誰に似てるかってあれ、なんか酒好きそうやな、ほんで。そうね。うん、これね。おー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 。店でもまあまあいいでしょう。いい写真ですね、これ。うん、いい写真や。あ、しかもこれ顔がセクハラって感じですよね。ああ、いや、なるほど、うん、はい、島尾さんはね、いや、お父さんと似てるんですよ。めちゃめちゃいい写真やね、その右が右ってどれ、これこれ、これ、これはいい写真やね、これ、あ、これが有名な人ですよ、文学者、あ、島尾俊夫さんがおじいさんですね。ああの日本戦後文学のすごい有名な人ですね。沖縄戦の話を多分文学にした、うん、
私小説的な文学っていうのかな、うん、ですね。そんなもんですかね。タカスワンブックレビューにもうまあ顔を覗かせつつだけど、うんうん、でしたね。はい、まあちょっとこんなもんで。こんなもんか。落ちなしです、すいません。